皆さんお疲れ様です。ナベフタの子です。さあ、ムーンライトテール続きやっていきましょう。前回はね、ドラゴンを倒したんですけれども、で、魔界の方にやってきましたね。さあ、魔族とまた変態とのバトルが始まるんでしょうかといったところで続きやっていきますよ。いやー、一体どんなストーリーを進んでいくんでしょうね。いや、なんか、神と戦うとかなんじゃらこうじゃみたいな話になってますけれども、一体どんな平和になれるのか？悲しみの方、王がいるのか？魔界と呼ばれているところでは、時間の感覚を全て失ってしまう。この場所には、朝が、昼が、夕がない。いつ魔物に、魔族に襲われないか。それを警戒しながら、いつたどり着くかわからない道のりを進んでいる。カオスゲートの反応が近づいていることだけが、せめての救いだ。殿、何か見えてきました。ほう、あやね。間違いありません。あの城が、私たちの到着地点です。城？じゃあ、あそこに魔族が。あの変態トリオがいるのね。そういうことですね。それを言わないでよ。忘れようとしてたのに。忘れようとすると逆に思い出さない？確かに。思い出す。だから無心よ。無心にすると、まぶたに浮かぶんだよ。ビクビク動く乳首がさ、ウキ。大胸筋のパワーを感じているね、祭り。はいはい、変態談義終了。さてどうする？入れる場所を探しましょうか。危険じゃない？作りも普通の城とは違うよ。そうなんですよ。いいじゃない、どうせバレてるんだから正面からで。まあそうだね。でも楓がさ、忍者だったら忍者みたいに入れないの？そうだな。嫌な姿勢をずっと感じていたぞ。あ、そうなの、ずっと見られてたんだ。じゃあいいわ。そうなの？もちろんよ。途中で襲わなかったってことは何かあるんでしょ。なんかエリザと泉だけはなんか、周りを見てください。上級者だよねって言おうと思ったけど、なんか囲まれてる雰囲気だよ。今まで暗闇だと思ってた場所がうねりを上げる。これは囲まれているのか？みたいですね。これが全部魔族のようだな。はい、よく来たわね、人間たちよ。出たな、変態の同僚だな。ババア扱いした。誰がババアよ。姉子と言うなと言っとろうが、このスカポンタン。すいません姉子。すごいね君たち。よく来たよ、こんなところまで。歓迎しよう。そうね、人間がよくやったわ。無駄な頑張りだけどね。俺たちは戦いに来たんじゃない。聞いてくれ。聞く耳なし。ここであったが100年目。きっちりと今までの借りを耳揃えて返してもらうわよ。古いって言うな。しかも今日は特別ゲストも見えられてますのよ。一体誰なんですか、特別ゲスト？我々魔族の全てを滑る者、魔族の王カノン様よ。魔族の王だって？あんたたちの虚勢もここまでよ。覚悟なさい、うわー。はーい。あら可愛い。あら可愛いカノン様。え？どうも魔族の王。そうだよ。どうも、こんにちは。なんかとっても普通ですね。よろしくね。よろしく。お願いだ、話を聞いてくれ。ダメ。ダメなの？あなたたちはいい人そうだけど、人間は嫌いだから惨殺。あら、そうなの？惨殺？大丈夫。あんまり痛くないようにするから。ああ、そうなの？いや、痛いようにしたくないんだけどな。俺たちは戦いたい、来たんじゃないんだよな。物えぐり出してリリアンした。リリアンしないで。リリアンってもしゃもしゃ食べるのもいいけどね。やめて、もしゃもしゃ。ウジのトッピング付き。でもウジは苦手。じゃあウジ乗っけないで。カノン様、好き嫌いを言ってはいけません。でもさあ、やってしまいましょうか。なんで魔族はお笑い芸人みたいな感じになってしまうんだよ、こんな。そうだね。ハル、マゲ、ドン、そして魔族の者たちよ、魔界に来た愚かな人間たちをやってほしい。おいおい、この中で絶対アラホラさっさだろ。お前アラホラさっさって言ったら俺切れるからな。うおー、言えよそこは。そこは言えよ。
周りの魔族がうねりを上げる。こんなの無理よ。でも引き返せないよ。その通り。これが戦場の定め。行くしかなかろう。泉は腹を切っている。やるしかないわよ。でもこんな戦力差でどうやって。真正面からあの魔族の王をやる。本気ですか。すまないが、みんなの命を預かるよ。気にするな。塔に預けてある。殿の仰せのままに忍びの使命は果たします。すげえな、ここ二人はなんかもう戦場で生きてた感じがすごいな。五人、正面に突っ込んで、あとは周りの魔族をなんとか止めてくれ。わかった。任せるにゃ。リジュはお前は何もできないと思うけどな。了解。行くぞー。なんか最終決戦みたいだな、おい。大丈夫か？最終決戦じゃねえよだろな、これ。話中途半端やぞ。大丈夫だよな。大丈夫だよな、D3 パブリッシャー。さあ、戦いに出るのは遠距離持ちと、だな。で、レッド軟膏とタイガー軟膏とアイスボックスを待たせましょう。オッケー。じゃあ戦闘試合、さあ、魔物を倒しに行くぞい。話聞いてもらわないとね、あの二人にね。ロラス！はい、というわけでバトルになります。今回は、ついに、春、マゲ、ドンたちとのバトルになりますね。これは激アツだぞーっていうところで、どんどん攻め込んでいきましょう。まあ、カノンちゃんというね、敵もいるんですけども、この子がまたね、鎌を使ったりとか、魔法を使ったりとかしてくるんでね、結構強力な子です。なのでね、いい距離を保ちつつ戦っていきましょう。ですが、ここで祭り結構ダメージを食らってしまいます。って感じですね。またね、ドンもね、結構ダメージを与えてくるんですね。今回は、でも、なんとか勝てるような気がするなーって感じで、進めていきました。最後はね、あやねがとどめを刺して、勝負ありです。なんとかギリギリ勝てましたー。うわー、マジで強かったー。タイガー軟膏にこと、カイザーウォーターが何かわかんないけど、ゲットしました。嬉しいねー。さあ、勝ったぞ。さあ、どうしてくれるんだい君たち、勝ったぞ。さあ、祭りをまた強化していきましょう。体力をゴリに上げた後に、筋力をゴリゴリに上げていきましょう。さあ、脳筋の完成です。いいですね。どんどん脳筋に仕上がっていく。素晴らしい。さてさて、魔界の者たちは一体何をしてくれるんでしょうね。こちら勝ちましたけど。痛そうじゃない。カノン様、もう一丁らが台無しだよ。ああ、そうっすか。なんか制服っぽく見えますけど。そっちですか。そんな、私たちがこんな人間どもに負けるなんて。そんな、勝っちゃったね。さあ、諦めて魔族を引かせてくれ。どうしよう。お願いだ、これ以上戦いは無意味だ。ちゃったし、言うこと聞いてみる。おう、わかりました。ミリが手を挙げると周りを埋め尽くした魔族は引いていく。みんな無事か。なんとかね。ボロボロだよ。死守って感じですね。ギリギリです。さすがに答えたな。全員疲労。怖かったにゃ。リジュって妹属性もあったんだ。でも全力でクナイ投げてもどこかに当たるって幸せ。一人だけおかしい。一人だけバーサーカーとかしてる。おかしい。さあ、もうこれでいいだろう。私たち魔族の負けだ。カノン様ではなく、私の首を持って人間の勝利とすればいいだろう。いやダメよ、ミリお姉様を殺すなら私を。いや、この僕を殺してくれ。あ、姉君やるなら俺の首で。お前らなんて忠誠心の高い奴らだ。俺の仲間にならないか。何を言ってるんだ。違うんだって。お酒をかけるというのかい。またなんかこいつら死のうとしてる。違うんだ、俺たちはカオスゲートについて聞きたいだけなんだ。あと扉について。カオスゲート、あのミリーが壊してたやつ。
何を聞くっていうのさ。あんたたちが知ってる通り、あのゲートのおかげで魔族の連中はおかしくなっちまう。あんたたちの言う魔獣ってやつさ、最低限の行動しか起こしていなかった魔族が魔獣に変わったことであんたたちの仲間を襲う。それだけさ。じゃあなぜあんたたちはカオスゲートを破壊していたんだ。楽しかったの。魔獣になったことで魔族が人間を襲う。それによって仲間が殺される。あんたたちが逆の立場でも同じことをするだろうさ。わあ、まあ至って普通の考えだね。じゃあなんで私たちの邪魔をしたのよ。あんたたちがカオスゲートを壊すときに殺している魔獣は、ああなっても私たちの仲間なんだよ。仲間っていいな、いいもんだ。人間に手をかけられるぐらいなら私たちで同胞を眠りにつかせてやりたいだろ。それをなぜ言ってくれなかった。人間を信用しろっていうのかい。あんたら身勝手な存在を。そうだ、勝手だぞ。人間は勝手だ。綺麗な海を返せ。それはちょっと違うと思う。君たちもつまりはカオスゲートの被害者だったんだろ。被害者なの。カオスゲートが生まれ、君たちの同胞が凶暴化し、人間が対抗し、多くの命が失われていった。精霊に仕える王は言った。世界のズレだと。世界のズレ。紙やすりかければ治るよ。そういう問題じゃないと思う、中野ちゃん。そうだ、人間や精霊、魔族は太古の世界で同じ世界で暮らしていたらしいじゃないか。カオスゲートができるまでは同じ世界。魔族皆兄弟、井戸を掘ろう。おう、カノンだけ若干ずれてる気がする。うるさい。カノン、うるさい。アミリーにも言われてる。なんて、退屈なんだもの。お願いだから聞いてください、大事な話なんです。聞いてるけどさ、王の家の主なんだもの。いや、だってですよ。いいよ、聞いてるから。続きをどうぞ、ブンブン。怒ってる。そしてまたカオスゲートが出現した。カオスゲートは神が作り出した戯れでしかないのなら、俺は神に会いたい、意志を聞きたい。神に会うっていうのかい。我々の創造主に。創造主だかなんだか知らないが、俺たちの運命を勝手に決められるなんてまっぴらだ。もうここで終わりにしたい。平野くん、成長したね。いい成長だ。笑われちゃったよ。何がおかしい。いや、楽しくなってしまってね。楽しい。こんなに楽しいことがあるかい。魔族の私たちですら思いつかなかったよ、神を倒すなんてことをさ。まあぶっ飛んでると思うよ。ああもう作り笑いだ、こっちは。笑うの遅いわ。高度なボケテクニック。いや、それは愛想笑いっていうね。別に倒すわけじゃないんだけど。私たちですらカオスゲートを破壊し続けることだけしか思いつかなかったのにさ。運命に逆らうことは思いついても抗うことは考えつかなかったよ。ああ、それ違うんだ。まあまあいいけどさ、とりあえず神に喧嘩売っていこうぜって話だもんな。俺たちも初めはそうだったさ。人間っていうのは面白いね。ちっぽけで貧弱で、群れをなすことでしか生きられないレギオンだと思っていたけれどね。はい、お願いだ、この世界は仲間として力を貸してくれ。仲間。そうだろ、カオスゲートに恨みを持つなら、神に喧嘩を売るなら、この大地の人間、精霊、魔族は全て仲間さ。あんたいい男だね。あら、ナンパ成功しちゃったか。よっ、いい男。魔王だろお前は。からくわないでくれよ。で、私たち魔族は何をすればいいんだい。扉を貸してくれ。で、私たち魔族は何をすればいいんだい。ほら、カノン様、出番ですよ、出番。あ、なるほど。職場放棄。おい、しないでください。カノン適当やな。だって全然話に参加させてくれないんだもん。話が進まなくなるからです。あー、もうなんかすごいわ。お願いだ、扉を貸してくれ。どうしようかな。何を言ってるんですか。だって捨てくれちゃってるよ。ここで可愛くぶってもダメです。でも、でももだってもありません。あれなんかカノン、こっちの祭りみたいな感じの立場になってる。すめないでください。ミリーが仲間に入れてくれないんだもん。もうにも話してくれないしさ。でも全部知ってらっしゃったんでしょ。うん、カノンイヤーは自国民。わお、すごいね。勝手に名称つけないでください。カノンマリアとはキック力だよ。なんて、何の話をしてる。けどこれ間違いすぎです。
大人の事情。おい、もう、わけわかんねえよ、この子。おい、扱いきれねえよ、この子。魔族の王ですよね。そうだよ。結構気痩せするから見えないって言われる。何が？どういった流れで王になったんですか？スカウト。嘘言わないでください。じゃあ友達が応募してついてきたら私が受かった。それなんかジャニーズ事務所的な、それボケっぱなしじゃないですか。信じるな。で、扉いるの？はい。で、扉って何？はあ？あの、エルフに聞いてきたんですけど。ああ、あの耳の長い人ね。あんたらも耳長いと思うんだけど。はい、人の心、精霊の鍵、魔族の扉が合わさるときに神の頂に近づけると。ああ、あれのことか。あれって何ですの、カノン様？あ、ミリーも知らないんだ。あれよ、裏の山に置いてあるやつ。ああ、あれですか。何、そんなとこに置いてあるの？代名詞で会話されてもわからないんですけど、あれそれそげ。屋形船。屋形船？は？カノン様、違います。あ、そうだ、箱舟扉じゃなくね？箱舟です。はいはいはい、船。ええ、太古の遺跡です。この城の裏山に置いてあるんです。へえ。それが扉だって聞いてたよ。そうなんだ。船、それが神の頂への扉。そうでしょうね。そしてその精霊の鍵が箱舟を動かす鍵になるのか。でもあれ、私の遊び場なんだけどな。遊んでんの？カノン様、あそこで遊んじゃダメって言ったでしょ。どういう立場だって。借りるだけですから、返しますから。箱舟貸すの？じゃあそこの父なしとメガネの命と交換ね。うわー、姉妹だ。もう誰が父なしや。誰がメガネよ。命って方を気にしろ。わがまま言っちゃいけません。しょうがないな。貸すんだからね、ちゃんと返してよ。おはい。傷でもつけたら耳から手を突っ込んで奥歯ガタガタ言いますからね。怖すっぎ。はい、これが箱舟。なんだかボロっちいね。これが動くの？まあ動くってことじゃない？入れたらこれがボロボロって崩れて最新の戦艦になるんだよ。何そのロボットアニメ的な展開、男ワクワクしちゃう。なるか？波動エネルギーじゃないんですか？やめろ。違うわ。手法は？ない。ない。宇宙戦艦ヤマトではない。お前はこれ以上喋るな、倫理的にも。ちょっと待ってて、カノン様、どこへ？なんだいそれは。なんだそれは。うん、なくされたら困るし、本当は防犯登録もしときたいんだけど。それでっかいクレヨンどっから取り出したんや。しなくていいです。中に入ろうよ。とんでもねえな、ここのやつら。ここが箱舟の中か。魔界の海は俺の海。おう遊ぶな。キャプテンごっこなのに。隊長、ここに鍵をはめる場所があるわ。お、ここに入れればいいんだね。みたいだね。みたいだね。そうだね。じゃあ入れちゃおうか。俺はエルフから受け取った鍵を差し込む。低いうねりを上げて箱舟がきしむ。動きそうだ。どうする？とりあえず鍵を外しましょう。そうだね。俺は鍵を抜く。箱舟のきしみが止まる。なんとかなりそうだね。これで神の頂へと近づけるわけか。いよいよですね。ラスボスか、次回。ああ。ねえ、お願いがあるんだけど、ちょっといいかい？お、仲間になってくれるのかい？何ですか、ミリーさん。ミリーでいいわよ。私も連れてってくれない？あら、嬉しい。どうして？私も殴りたくなったのよ、神を。あんた無知だった気がするけど。なるほど。
みんなどうしよう。隊長に任せるわよ。戦力は一人でも多い方がいいからね。間違いない。そうですね。じゃあミリ、よろしく頼むよ。ありがとう。人間の強さを教えてもらうわ。おおよろしくお願いします。おお、祭り元気だな。よろしくにゃ。あ、うん、いいね、リジモイ。カノン様、この人たちと真実を見てまいります。よろしいですか。いいよ、気をつけてね。うわー、すげえ能天気。簡単だ。ま、待ってくれよ猫。そうよ、抜け駆けはひどいじゃない。僕たち4人はいつも一緒だったじゃないか。俺たちも連れてってくれ。あんたたちはカノン様を私の代わりにお守りする役目があるでしょう。ああ、そうなんだ、仲間になってくんねんだ。変態3人使いたかった。そうだけど。うおー、姉よー。わかったよ、無事に帰ってきてくださいね。厄介払いしてないですか。いろいろあるのよ、こっちにも。やっぱり気持ち悪かったの。実はかなり。おい言ってやるねよお前、そういう陰口。いいやつだじゃねえかよお前。よくねえぞお前そういうの。いいやつだじゃねえか、あの変態。じゃあカノン様、行ってまいります。私も行く。はい。ダメです。ふっ、その手はもう食わないよ。え？すでに名前を書いてあるので、この船のキャプテンは私。終わり。たどうします。席空いてますか。いいですけど。ファーストクラスでね。いや、あんたの船やし。僕たちは箱舟に乗り込み、もう一度鍵を差し込んだ。箱舟はきしみ、空へと浮かび上がる。じゃあ変態3人だけ取り残されとるやん。あいつらかわいそすぎるやろ。おい、飛んでますね。こんなただのガラクタが。すごいすごい。まあ趣のある船なんでしょうね。みんな見て、あそこ。はい。何もないはずの闇の魔界に光の穴が開く。そっからの光は箱舟を照らし、箱舟はその光を道しるべに進み続ける。光に向かって、うおー、光の中を箱舟を進む。どれくらいかかるのか俺たちには想像できない。ただ闇の魔界から光の世界へ乗り込んだ俺たちには、その光は心地いいものに見えた。へえ、心地よかったんだ。さあ、お話は？放浪息子の帰還かな。なんだ、敵は男か。うわー、すげえ仲間が増えた。じゃあでも、あ、どうしようかな今回。まあ、釣り話しかけてもな、無視される可能性あるんだよな。いやでも、なんか、追加のね、会話が聞けるかもしれないから、祭りに話しかけよう。祭りー、ちょっといい？あー、ごめんなさい、見張り通るの。あー、もうダメなんだ。会話の回数、制限あんのかな。すいません、今回は祭りさん話してくれないみたいです。悲しいですね。あー、悲しいわー。ではまた次回。バイバイ。次回予告。ついに船に乗り出した主人公たち、ラストバトルを待ってるのかと思いきや、ハル、マゲとお前たち、一体何をするんだ。次回、放蕩息子の帰還。